はい、洋介釣りチャンネルです。今日は、投げ釣り用のね、スナップですね。でスナップを利用して、こういうね、天秤用のスナップ、こんな感じでね、輪っかが2個ついててね、こういうふうに誘導できるようなね、このスナップを作っていきたいなと思います。よいしょ、こんな感じですね。よいしょ、ちょっとね、すっげえめんどくさそうなんですけど、意外とね、作ると簡単なんでね、ぜひぜひ皆さん作ってみてください。まあ、このスナップに関してはね、もうすでに作られてる方多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕なりのね、作り方、あとそれと、このね、天秤用のこれをね、作っていきたいと思います。これをね、作っておけば、あとはね、いろんなタイプの天秤にね、こんな天秤とか、こんな天秤とか、こんな天秤とか、こんな風にね、ストレート天秤とかにもね、よいしょ、いろいろ使うことができますんで、興味がある方はぜひ作ってみてください。はい、ではね、まずこっちのね、スナップ作っていきたいと思います。もうね、知ってる方は飛ばしてもらって大丈夫です。僕なりのね、作り方を一応ご説明しておきます。はい、ではね、今から作っていきたいと思いますので、今日も最後までご視聴の方よろしくお願いします。前回ね、動画でご説明したように、ちょっと今鼻の手術をして、自宅療養中です。で、来週ね、やっと抜歯になりました。たくさんね、皆さんからお見舞いのコメントとか、LINE の方いただきました。本当にありがとうございます。ちょっと激しい運動とかね、飲酒はダメだよっていうことまで言われてますので、今日もね、天気がこんな感じでめちゃくちゃいいんですけど、釣りには行けません。まあ行ってもね、もう2月の中旬なんで、水温もね、低い時期なので、まあ、釣れないかもしれないんですけどね、釣りに行きたいけど行けないので、ちょっとだけ動物釣りをね、してみようかなということで今回動画撮ってます。まあどうかね、今後もまたよろしくお願いします。ということで、今日もね、じゃあ早速作っていきたいと思います。まずはね、簡単にこっちのスナップの方からね、作っていきたいと思います。で、作ったスナップを使って、こっちですね。これをこっちに加工していきますので。で、まあ道具の方はね、これです。ニッパーとペンチ、ニッパー、ペンチ？全部ね、100均。僕の場合は全部100均の道具ですね。100均。これもボロボロの100均。はい。これも100均です。あと、ハンダとハンダ固定ですね。このハンダもダイソーのハンダです。じゃあちょっとね、簡単にパパッと作っていきます。まずはステンレス 0.8 を使います。まあ、いろいろ作り方はね、あると思うんですけど、まあ、あくまでね、僕の場合ということで、棒はね、長いまま使った方がいいです。短くなるとね、作りにくいので、長いまま作ります。まず最初に
一番端をねちょっと曲げます。こんな感じ。これをね、ここの部分をね作っていきます。これですね、これ。じゃあちょっと作りますね。僕の場合は一つね、長さの目安になるこういうサンプルをね一個だけ作ってます。これに合わせてねちょっとカットしますので、よいしょ、ここに置いて、先にね、愛を一つ作ります。作ります。
これを90度に曲げてください。よいしょ。そして、サンプルに合わせてね、カットするんですけど、これぐらいですね。この愛の大きさとか、この膨らませ方とかね、この長さとかね、この辺で若干変わるとは思うんですけど、僕の場合はね、この見本の長さでやってます。 3.5 とか7ぐらいとかかな。まあ 2,3 ミリずれてもね大丈夫なんで、これに合わせて、次に、この曲げた愛の愛に対して、こう、この方向でもう一つね、愛を作ります。こんな感じ。そして、ここでね、愛を閉じてしまう前に、これをね、通しておきます。よいしょ。そして、愛を閉じます。よいしょ。と、こんな感じね、今。そして2個目の愛を こっちとはね逆の方向に折ります。よいしょ。こうなりますね。そしたら次ですね、これね、最初はね、長さがね、うまくいかないと思うんですけどね。で、形を作っていきます。まず、少しこの辺で曲げます。こんな感じに。こんな感じになりますね。そして、あとはね、ここをギュッと潰してあると、こんな感じになります。少しね、輪っかがずれることが多いです。よいしょ、見えるかな。こんな風にね、ずれちゃったりするんで、その時はね、2個目で調整するとこんな感じで、ね、合っちゃいます。あとはね、
子と愛を閉じるハンダ付けですね。3箇所のハンダ付けをすると完成です。じゃあハンダ付けていきましょうかね。はい、ということでね、意外と簡単にできるので、もしよければね、皆さんも作ってみてください。ということで、まだまだね、しばらく釣りには行けませんけど、洋介釣りチャンネル、洋介工房の動画でした。今日も最後までご視聴の方ありがとうございました。もしよろしければ、高評価ボタン、チャンネル登録、あとコメントの方もよろしくお願いします。では、今日もありがとうございました。